走れ大井チャンネルです。今日はですね、グローブの手入れをしていこうと思います。今日手入れしていくのはこちらの IP セレクトの自分の友達のグローブですね。こちらを手入れしていきます。でこちらのグローブは IP セレクトというメーカーのグローブなんですけど、こちらのグローブ、まあ、形も非常にいいグローブなんですけど、この使っている子がどっちかというと軽いグラブが好きだということで、まあ、手入れをする際にもあんまり重くしたくないっていうのを話していました。で今回使用するオイルを2つ紹介します。まず一つ目が水野さんの水野プロのクレンジングローションという、オイルですね。クレンジングローションというのを使ってやっていきます。こちらが詳しい情報ですね。水野プロ、クレンジングローションということで、コスメの科学を応用し散布時の色変化を抑え、グラブ本体を重くすることなく汚れを落とし保湿もしますと書いてあります。お値段は1296円。こんな感じでスポンジと、液体のオイルが入ってるんですけど、ちょっとスポンジがないのでタオルに塗ってやっていきます。でこちらのオイルを、内側に塗っていきます。でグローブの外側にはこちらのエラナパーのオイルを塗っていきます。では早速手入れをしていきましょう。今回はですね、そこまでこう使い込んだ後じゃないんで、普通にまだ全然綺麗な状態です。でとりあえず、少し使ったので、内側に塗っていきましょう。こちらの先ほど紹介した水野プロのクレンジングローションを塗っていきます。まあ、こちらも薄く伸ばす感じでいいと思います。でこんな感じでまず補給面を塗りましたら、今度はそこから指側の方に移っていきます。そしたら次はウェブを塗っていきます。ウェブの時は手を外して塗っていきます。そしたらですね、少しこの指の隙間を塗っていきます。そうしましたら次に、まあ一番悩して汚れるこの先、指の先ですね、指の先を少し塗っていきます。そしたらあとは、飛び込んだりするときに汚れるこの小指の部分を塗っていきます。はい、そうしましたらですね、オイルをほとんど伸ばしたので最後に外側にアラパーを塗って完成ですね。基本的にこの面は、あんまり塗らないようにしています。まあ、汚れてる時は塗るんですけど、今回はそこまでこう使用したわけではないので、艶出しをして終わりとなります。アラパーは本当に薄く塗る感じで大丈夫です。はい、こんな感じで磨き終わりました。今回はそこまで使い込んだ後ではなかったので、そこまでこう汚れをこすって落とすことはしませんでした。とりあえず、オイルを薄く塗って、まあ、ちょっとキャッチボールとかで使ったんで少しオイルを薄く塗ってラナパーで艶出しをするといった感じですね。形がこんな感じと非常にいい形です。外側がラナパーを塗って、まあ、艶出しですね、こんな感じで。ラナパーは、本当に薄く塗るだけで艶が出るのでおすすめです。内側には塗ってません。外側だけ塗りました。はい、というわけで、今日は簡単ではありましたが、こちらの IP セレクトのグローブを少し手入れしてみました。リクエストで艶出しのコツを教えてくださいっていうのがあったので、自分がいつも使っている艶出しのオイル、こちらのラナパーというオイルですね、使ってやってみました。結構前に紹介したんですけど、まあ、そこからだいぶ経ってるので、また新しい、視聴者の方も増えてるので今回紹介しました。こちらのラナパーというオイルは、本当はグローブ専用じゃなくて革製品専用のオイルとなっております。ですが、グローブの革にも使えるということで使っています。というわけで、今日こちらの IP セレクトのグローブを手入れしてみました。少しでも参考になればいいと思います。使い込んだ場合は、ブラシで落としてからっていうのをやってますね。今回はキャッチボールしかしてなかったので、ブラシで汚れ落とすっていう動作はしませんでした。使い込んだ場合は汚れ落としてから手入れに入ろうと思います。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。そしてこの動画のグッドボタンもよろしくお願いします。では失礼します。アーリアした、アーリアし、とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。
チャンネル登録お願いします。